1は逆物語声と足。神戸の震災があった年の話。場所はボロアパート1階、自宅の浴室。父が深夜2時まで続いた仕事を終えて帰宅し寝ている家族を気遣いながら、のんびり風呂に浸かっていた時、静かな風呂場にかすかに人の声が聞こえる。子供のような女のような。風呂に浸かりながら風呂桶から体を乗り出して耳を澄ます。死にたくない、助けて死にたくない。とはっきり聞こえる。毛髪が絡まる排水口の穴から聞こえているのだ。何が起こっているのか理解した父は、ひっという短い悲鳴を上げて風呂から飛び出た。風呂を出た先は6畳ほどの台所兼玄関。裸の父を迎えたのは天井から生える謎の足だった。天井から太ももから下だけ見える骨と皮でできたような茶色い足が突き出ているのだ。父はうおうと大きな声を上げた。俺と母は驚いて飛び起きて裸の父に駆け寄った。父曰く謎の足は悲鳴を上げた父の方へ向き直すと2階へスーッと移動していったらしい。その後、家族で神戸の震災でたくさんの方が亡くなったのでこんなことが起きたのではないか、と震災で不幸に見舞われた方々のご冥福を祈り手を合わせた。後日、ボロアパートに複数台のパトカーが集まり、事の真相を知る。2階に住んでいた短大生が風呂場でリストカット自殺していたのだ。父が聞いたのは2階住民の最後の断末魔が排水管を伝わってきたもの。そして足だけ見えたのは自ら命を絶つ罪を犯した魂を連れ去る者の足だった。